はいどうも、等速中ドレンのつくもです。ということで、シズルルートパート8ですかね、続きからやっていきたいと思います。侵入については正攻法で行くことにした。物質に忘れ物しちゃったんすよ。あれがないと俺予習復習できない。警備員さん相手に真面目な生徒を装い無事校内に侵入。さてこの場合一番の難関は茜だ。ガチで部室で暮らしている可能性がある。過去というか実際暮らしている。時間は特に問題ない。部室に会長がいるのは警備員ならある程度知ってそうなもんだし、会長と話し込んじゃいました、免許と謝れば済む気もする。過去超楽観思考、危機感のない、思考に我ながら感心する。まあそれはともかく、しまったな。茜の生活リズムくらいは把握しておくべきだったかもしれない。あの、物質に調理器具はなかった。ということは夜にどこか餌の調達に出かけなければならないはずだ。ベストはその時間に、捜索すること。そうじゃなきゃトイレに行っている間とか、かなり短い時間しか侵入するチャンスはない。パニック、お前に頼みがある。何ですの？携帯を起動し、この間撮っておいたメンバー内での、スナップショット画像を表示。この先の部屋にこいつがいないかどうか外の窓から確認してきてくれ。わかりましたわ。ピュンと廊下の窓から出ていく。よし、俺たちは待機。俺はお前はもうちょっと待ってろ。後で重大な任務がある。今は潜伏することが最大の任務だ。しばし階段の角で身を潜む。ほどなくしてパニーが戻ってきた。いましたわよ。やっぱりか。でももうすぐこっちに来そうですわ。なんで？会話まではちょっとわかりませんでしたわ。ひとまず上の階に逃げることにした。下の階の廊下から足音が響いてくる。普段ならそんな足音など喧騒に紛れて聞こえてけやしないだろう。夜の学校はこんなにも静か。やべえ、緊張して腹が。しー、しゃべんな。こいつはとことんまで役に立たない。足音は階段に差し掛かる。だんだんと遠のいていく。出ていった。そうみたいですかね。よし、じゃあパニには、茜の追跡を頼む。帰ってくる前に俺たちに知らせてくれ。ってやべえ、通信手段がない。キルちゃんになら連絡できますよ。マジか。安心ですもの。じゃあギルは俺と同時に行動。およし、じゃあ行くぜ。ピューンとパニが飛んでいく。で俺らは物質に侵入だ。俺外から空いてるとこないか見てくる。おところで前から気になったんだけど、お前らどうやって飛んでるんだ。ああ根性という名のロケットに決まってんだろ。そうか、要するに不思議パワーだ。こうもうまくいくとはな。ギルが通気ダクトから侵入。中から鍵を開けて俺が入った。俺役に立った。立った。まあバッチリ。ヒュー。でもあれぶち壊しちゃったけど別にいいよな。指差した先には通気口から外れた金網が。とりあえず証拠隠滅に棚の後ろに隠しておこう。さて肝心の白だ。こっちかな。誰も触れることがなかったが、この部屋には、ブスには奥にもう一つドアがあるんだ。おそらくこの、ブスはもともと何らかの特別教室的な存在で、その準備室なんだろうと思う。さてこのドアをどう開けたものか。ぶち壊して入ると言いたいところだが、ここまでドアをぶち壊した回数を考えると捜査対象が真っ先に俺になる。きちんとした手順を踏まなければならない。鍵。部屋の物色を始める。机の上になんか置いてねえよな。 PC が目に入る。起動しっぱなしだ。エクスプローラーを立ち上げ、軽くハードディ、HDD の中身を探ってみる。ゲームばっかや。データ化された資料がないかと期待したが、その類は見つけられなかった。今度は机の上を探ってみる。ゲームの攻略本と携帯ゲームが並んで置いてある。あかん、この子完全に引きこもりや。ちなみに刺さっているゲームはちょっと前の名作と歌われた作品だった。何探してんだ。
そこのドア開けられねえかと思ってな。あ、開くぜ。え、ほら。いいのか、機密保持。まあ都合がいい。中を覗いてみる。これはなんだ、すげえもんがあったんか。ゲームと攻略本だらけだ。これさっきのゲームの攻略本でも取りに入ってそのまんまだ、そのまんまあだったんじゃねえか。とりあえず凄まじいがっかり感なんだが。これ面白そう。なんか妖芸の濃いパッケージを手に取ってはしゃいでいた。いや、これはただのカモフラージュかもしれん。ひとまず奥の棚まで調べてみることにした。明らかに異質な青いファイル群にぶち当たった。これは中を見てみる。2000、バツバツ面倒入学者。あった。これは全生徒の情報のファイルだ。いわゆる履歴書のような体裁で経歴や家族構成等が刻名に、かつ、なんですかね、名に、記されている。でも普通の個人情報だ。特におかしな項目は見当たらなかった。あ、俺のだ。これコピーしといたらバイトの面接とかの時に楽だな。備考欄に目が行く。他の生徒のところには記されていなかったことだ。バツバツ面、5から10月にかけ A 校に属する疑いのある身体能力以上の経歴ある。思い出す。スポーツテストでクラスメートにバカにされたことがある。そいつは運動能力が抜群に高く、将来は有望なスポーツ選手になるだろうと噂されていた。自覚もあったのか、とにかく人を小バカにするようなやつだった。運動のできないものを見つけると徹底的にバカにして見下した。そいつを見返してやろうと身体能力を一気に高めた。その時点で俺の能力は高校生男子程度にまで上昇した。小学校低学年の子供が高校生並みの運動能力を発揮する。それがどれほど大事になるか考えることもできなかった。自慢はできた。見返すことも。誰もが俺を羨望の目で見た。ヒーローだった。当然ことはそれだけでは終わらなかった。教師が騒ぎ出し、噂を聞きつけたスポーツ関係者が何人かやってくる時代となった。さすがにヤバいと感じた俺は小学生並みに力を、セーブすることを試みた。難しかった。日によって超瞬速になったり、不自然な鈍速になったりした。高跳びで新記録を出してしまったり、逆に幅跳びで2メートルも跳べなかったりして、単に不真面目にやっているだけだと疑われた。テストは形を変えてしばらく続いた。やっとで、ただの小学生扱いに戻れた時、心底ほっとしたものだ。それから俺は能力の乱用を、諌めたですかね、これはちょうどその時期だ。なるほどね。これ相当やばい資料なのかもしれない。でも A 校ってなんだろう。 A クラスアンサー、わかんねえな。他に同じようなのが書かれてるやついねえかな。備考欄だけ見ながらパラパラめくってみる。大半がなしで済まされていた。お、 E 校に属する傷害事件の経歴ある。 E と来たよ。誰だ。名前を見てみる。吉野かよ。あいつもなんかやばい過去でも持ってるのか。 E、 わかんねえ。 B、C、D と続いて E なのかもしれない。そうすると A は危険度 Aクラスってところか。ひとまずもっと探してみる。お、他クラスの女子に N 校に属する入院経験。超飛んだし、どうもランク分けではなさそうだ。こればっかは考えたってわかんねえな。どっかに各校の解説とかないか。探してみるが解説書とかは一切ない。要するにこれは分かっている人向けの資料なわけだ。そうだ、しずろ。過去の経歴についてならあいつだって似たようなことが書いてあるに違いない。俺の次の年度、あった。何も記されてない。特別な項目は特にない。備考欄は最もポピュラーな記述なし。会長様の黒魔術程度じゃ明かせない真実ってところか。経歴をよく見てみると、あいつ実家の場所から近くの学校に通っているはずだよな。経歴を見れば県外の名前も知らないような土地の小学校に通っていたことになっていた。経歴詐称っすか。見た限りこれかなり正式な調査報告のはず。そんなもんまでごまかしてしまうようなバッグがついてるってわけか。うわぁ、俺相当やばいやつ好きになったのかもしれん。なっ
肉が好き？牛か？すごい聞き間違いですけどね。ドラッグに行かないあたり、お前は割と健全だな。ヤクイコールチベットとかヒマラヤの方の牛っぽい生物だろ。いつか現地に行って食べた後、土産話で現地でヤクをたらふくやってきたぜというネタを仕込んでやろうと思っている。まあそれは勘違いしちゃいますよね。いえ、そっちで発想するべきだった。俺様のアウトローでアンダーグラウンドなイメージが。なんか吉野みたいな言い回しますよね。残念ながらゲームの山を見てときめいてるようなやつはすでに親しみ深い。あとは西九条先生か。再びファイルを探ってみる。これか、教師のファイルだ。パラパラとめくってみる。ふむふむ。うわ、教師のところで手が止まる。教頭ですね。幻覚ですかね。なんちゃらの投資、学生運動の関係で無所行ったこともある。すげえやつが教頭やってるもんだ。なんだ、いろいろ気なくせえな。その辺抹消済みっぽい。なんだいそりゃ。いいとこのお坊ちゃんだったんだな。当時もみ消して終わりだったんだろう。そんなのも振り返してるってことか。これ岡健って立場じゃなかったらある意味じゃスクープかもしれん。で、肝心の西九条先生のがないぞ。新任だから別のファイルなのかもしれない。それっぽいのならこっちにもあるぜ。棚の上の段ボールを引っ張る。お、じゃあそっちかも。引っ張ろうとするが箱はピクリとも動かない。やばい、これ重い。どれ、手伝ってやる。近くから足場になりそうな椅子を用意し箱に手をかける。重いな。斜めに傾け、少しずつ下へ、下ろそうと試み、げずるっと落ちかけたところを支える。これ重っ。やべ、パニがさっきの女が戻ってくるって。はあ、やべ、これ元に戻せ。だが俺の力ではどうしようもない。俺一人でも支えるの手一杯なんだよ。お前のプラスアルファの力が必要だ。せーので押し戻すぞ。よっしゃー、行くぞ。せーの。いや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 、あ、やべ。バッサッサ、バッサッサズラガラバッシャン。まあそれは笑っちゃいますよね。盛大に落下した。てめえこんな時に笑かすな。なんだよ、お前俺のギャグで一回も笑ったことねえだろ。今回は面白かったよ。お前人生最大のギャグになるよ。やべ、もう入ってくるぞ。しょうがね、中身ちょっとその辺に移して箱だけでも上に戻せ。テーブルの下にファイルを詰め込み、箱を担ぎ上げる。今度は多少軽いな。行くぞ。ガッテン。せーの。いや2回も。あ、やべ。バササザズラガン、ズラガラバシャーン。で、楽しそうね。で、まあ、結局バレてしまうと。結局見つかってしまいましたとさ。ギルはファイルの下で伸びているようだ。何の用？愉快なことなら私も混ぜていただきたいわ。いや、ということで、選択肢ですね。いやー、これどうしましょうか。内申書、探検、予売ってことだね。まあ一番やばそうなのはこれですけどね。内心症、探検、やばい。まあ無難に探検とかでいきましょう。探検。その探求心で命を落とすがいいの。ひぃ、魔法パワー。冒涜者への断罪、落ちたる地天使の回る剣の本。なんかめちゃくちゃ中二病みたいなこと言ってますよね。後悔のうちに焼き尽くされるがいい。何？いや、ヘアスプレーとチャッカマンが手の外から断罪。ギャー、髪焼ける。ストップ。まあそう大げさにすることもないけど、別に大したものは置いてないし。あんた大げさにすることでもないのに人を焼こうとするんか。牽制。怖え、魔女様怖え。てか大したものじゃない。ここにあるのは氷山の一角。そうなるわね。
なんか教頭先生とか怪しげな経歴を書いたのがあったけど。はあ、こともなげにファイルを取り出す。別にこんなの調べればすぐにわかること。これで人を動かすためにもなりはしないわ。え、そうなの？昔は割と当たり前だったもの。でも昔ってえらく物騒だったとか聞いたけど。そうね、暴力の肯定はしない。でも社会の変革を若者が求めるのはむしろ健全な活動だわ。たとえそれが叩き潰されるだけの運動だったとしてもね。大切なのはそうした活動を起こす活気ある若者が大人として社会に出ることなんだわ。大事よ、思想を持つっていうことは。思想は良くて物騒は良くないんですね。繰り返すけど、暴力行為は肯定しない。何も考えず何も起こさずに日々を生きていく人間には何もなすことができない。そこの肯定。お姉さん、難しいこと語りますね。しかもなんか見てきたような。まあね、暇だし。というわけで、身内なら閲覧自由、ゆすりの種なら私ならもっと致命的なものを探るわね。参考までに。会長どんだけ種抱えてるんすか？てかやっぱりあれっすか？ええ、あれ当然でしょ。今さらおかしいわね、天の事故たら。笑われた。会長はこともなげにファイルを棚に戻した。うん、足元のファイルの山に気づく。あ、やべ、あの辺にギルが寝てるんじゃ。これ片付けてもらえる？あ、はい、ただいま。と茜がこっそり何かを拾い上げる。急いで回収。いいね。うん、ところで私のぬいぐるみは見なかった？はい、ぬいぐるみ。ええ、UFO キャッチャーに入ってるより一回り大きいサイズの。いや、見てないっす。茜は机のいつもの席に戻ると引き出しに何かをしまい込んだ。で、内申書でも見に来たんだったかしら？いや、もういいや。そう、賢明ね。あ、じゃあ大したもんじゃないなら錦城先生のって見ていい？こうなればもう堂々としてた方がいいや。いいけど、あの人のなんか普通すぎて面白くもないわよ。いいんです、いいんです。敵を知り己を知れば百戦危うからずなんです。まあいいわ。立ち上がりファイルの方へ。こそっと引き出しから出てきた。パタンと引き出しを閉め、あばよと俺に合図を一つ、通気口から飛び出していった。気づかれてる。今天井の方で物音がしなかった？さあ通気口、ネズミだったり。天王寺小太郎、確認なさい。俺っすか？不法侵入の咎人でしょ。怖いんだ。黙りなさい。そもそもここは学校の所有地であるわけだが、まあどうせギルも出て行っちゃったし何もないだろうけど、一応確認。何もないっす。そう、何かしら。注意をそらした方がいいかも。ああ、そうそう、もう一ついい？何？あれだ、生徒のファイルなんだけどさ、 N 校とか E 校とかって何さ？ああ、あれはお遊びみたいなものよ。それっぽい資料にするための。へ、 N はノーマル、特に特記すべきではないが一応特別な事項。入院した人とか病歴のあったりする人に対して注意を喚起するためのもの。 E は問題児。なるほど、吉野は問題児ってことですね。エマージェンシーっすか？そんなもの。言いながらガサゴソと棚を下げる。じゃあ A は？ A はあなた、特殊事項。なんだかんだで自分のファイル見てるんじゃない？へ、それあなただけだから。なるほど。錦城先生のファイルを見せてもらった後、俺はそそくさと物質を後にした。当然のように錦城先生に疑えるような記述はなし。これも偽造の、可能性がある。でもそんなことより、もしかして俺の能力ってバレてるんかな。複雑な気分だった。まあまあね、あそこまで書かれてると。そうね、デタラメばかりを教えたのは
ちょっとまずかったかしら。冗談、面白いのよ。からかうの。願っててちょうだい。で、ちょっと頼みがあるんだけど。この人、洗い直して。徹底的に。おかしなほころびがあれば、必ず最後まで解くように。あと、天王寺小太郎の周りに、ハエが飛んでるわ。これくらいの。そうね、そんな感じ。はあ、いろいろと、めんどくさいわね。なるほど、もう部長には筒抜けだったということですね。しかも小太郎の不用意な行動のせいで、おそらく西九条先生ですよねの身辺がまた現れてしまうという、なんていうことをしたんだっていう、まあ主人公なんですけども、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。